ポン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 ,ポンポクニャン、それにしてもね、まあ、先週から続いてたですね、まあ、その五輪のね、開会式の作曲担当者のこの、まあ、ミュージシャンというか、アーティストの方ですよね、まあ、この方が、あのーまあ、責任は感じるっていうことを、まあ、ツイッターにはですねアップしてたんですけども。 まあ、なかなかこう、やめるっていうところには至ってなかったと。で、この五輪の組織委員会の、えー、方もですね、こう、なんか、引き続きやってもらうとかね、まあ、開会式まで、まあ、時間がないからということなんでしょうけども、えー、23日ですかね、7月23日ですか、もう今週末ですか、えー、月、火、水、木、まあ、金曜日ぐらいなんですかね、なんか、 まあ、そういうことで、まあ、組織委員会もですね、なんか引き止めたように見えてたと。んで、あの、いや、これはもう誰が考えてもですね、ダメだろうっていうふうに、あの、思うのが僕は当然だと思うんですけども、まあ、ネットのね、まあ、あの、有名人とか著名人だったりですね、またテレビの、えー、お笑い芸人っていうかね、まあ、タレントなんかがですね、まあ、不自然なかばい方をしてたんですよね。 いや、そんな過去のことなんで、みたいなことを、まあ、言ったりとかして、その何回も責めるのはどうなんだろう、みたいなね。なんかそういう言い方で、あの、やめなくてもいいんじゃないの、みたいなことを、まあ遠回しにですね、まあ言ってですね、だからそれが、それが余計にね、ここまで僕は時間がかかった たんんじゃなないいのかなってううねね、まあ、はあると思うんですよ、ね、ただこの問題はその日本国内だけの問題じゃなくて、やっぱその世界各国が注目しているわけですか、五輪っていうのは。そこでやっぱその,その、このね、世界があの問題にするわけがないわけでね、問題にしないわけがないわけで、アメリカとか、まあ、イギリスとかですかね、イギリスとかも、まあ、大きな問題にしてですね、これはどうなんだと。 こんな人にその作曲させるっていうのは、五輪検証的にもですね、またオリパラの観点からしてもね、いや、どうなんだって、いや、それも正論なんですよね、どう考えてもね。どう考えても、僕は、これ、100人おったらね、まあ、99人がアウトっていうような問題ですよ。過去のことだから許されるとか、 そういうことじゃなくて、この自分が過去のことをやってたことについてね、でその後に大人になってもですね、こういう、えー、あの音楽雑誌にですね、自慢してたと。で,まあ、でもそれもだいぶ前の話であるっていうことなんですけども、まあ、ネットではですね、まあ 有名だったわけですね、この件っていうのはね。でこの件に関して、この間、この、まあ、アーティストの方っていうのはですね、まあ、全然こう釈明もしてこなかったわけで、で今回、まあ、大きな問題になって、まあ、やっと釈明というかね、まあ、謝罪というか、まあ、そういうことしたわけですよね。 ただやっぱりね、僕は、まあ、それで謝罪者が許されるかっていうと、いや、それでは許されないでしょっていうのも、まあ、これも100人おったらです、ね、99人が僕はそういう判断すると思うんですよ。でそれを、それでもですね、この五輪の、まあ、組織委員会はですね、あの引き続きやってもらうみたいなことをね、あの言った武藤さんとかもですかね、言ってたんですよね。いや、えー い,うね、いや、そこがもうね、僕はね、このアーティストの方の問題というよりは、まあ、この方を人選した、あのー、この五輪の関係者だったりですね、まあ、引き続き続投させようとした組織委員会に、僕は問題があるんじゃないのかなっていうふうに思いますね、き、まあ今,ね、今日も引き止め、引き止めっていうか、その続投してもらうというふうに。 えー、組織としては言ってたんでね、組織委員会としてはね、えっっていうね、あの、え、こんだけ問題になってるのにな,なぜその、その、続投させるのかなっていうのが、まあ、すでにその五輪の,その理念とですね、全く反しているとしか思えないということで、まあ、これはもう僕はアーティストの方っていうのもね、これも、 あの自分は過去こういうことやってましたとかっていうのは、やっぱり事前にね、そういうことを言うべきだと思うんですよね。これネットでは有名なんですが、いや僕でもずっと前からしてて、これが問題になら,ならないわけがないと思ってたわけで、それが、なんていうんですかね、それをやっぱり自己申告じゃなくても、あのいやちゃんとねいや、こういうのありますけど、それでもいいんですかっていうことを、 言うとかなあかんと思うんですね、いや、それ、どういうやり取りがあったかっていうのは分かりませんけどもで、またこの人生、この人を作曲担当に選んだ方も、なんでこのいろんなね、もう有名な問題だったわけですね、昔からね、でそれが別に肯定的に有名だったわけじゃなくて、なんかね、お笑い芸人の方が昔の価値観やったら、ですねこんな許されてたとかね、なんかそういうむちゃくちゃな擁護してましたけど。 そういうことを擁護しませんいや、全然そうじゃないと。いや、昔のこの、なんちゅうインタビュー載せてんねあ言うて、ネットでもずっと話題になってたんですね。こういあのネットで消しからんなと。いや、僕はでも、ま、ただ、この人の、その、 音楽性とか才能っていうのはね、もう僕はすごくあるとは思うんですよ。まあ、それと人格とその、まあ、才能とかですね、まあ、作ったものに対しての評価っていうのはまた別個やと思うんですけどね、また別だと思うんですけども、ただこのオリパラっていうのにはね、やっぱそれはあくま、 あまりにもですね、これはミスマッチとしか言いようがないわけで、それをそのネットの有名人だったりお笑い芸人が擁護するっていうのはですね、まああまりにも無理があるなと。誰かに言わされてんのかよね、こう擁護してくれみたいなね。擁護して世論をですね、こうなんとか沈めてくれみたいな、そんなん受けてたんちゃうかなっていうぐらい、まあ普通の、まああの、 普通の感覚からは、ですねおよそかけ離れたことを、えー、言う人たちっていう、まあ、この人たちにも僕はね責められてもしょうがない、なんでこんなんかばうんやっていうね、おまあ、障害者の,、ね、あの団体、親の会とかもなんか声明を出したりとかしてね、いや、そんな前にわからんかと。 あのっていうのは思いましたね。で、まあ、丸川大臣とかも、あの、なんていうんですか、これはなんか確認するとかっていうふうに言ってて、その問題は把握、なんか、先週の段階ではしてないって言ってたんですけども、まあ、確認したんかなっていうね、で、まあ今日になって加藤官房長官はこういうことあってはならないというふうに言ったって発言をしたわけなんですけども、まあ、この段階で、まあ、このアーティストの方を外そうっていうふうにね、 あの、してたと思う。だから、先週の、先週まではですね、まあ、もう時間もないから続投させようかな、みたいな雰囲気で、雰囲気があってですね、まあ、なんとか乗り切れるだろうというふうに、まあ、政権側もね、まあ、五輪組織委員会側もですね、思ってたんちゃうかなと思うんですけども、いや、その認識がね、僕は甘いと。えー、いろんな方に擁護してもですね、そんなもんね、擁護さしてもですね、そんなもん無理がありすぎるわ、言うね。 だからそういうところが僕はおかしいなと思うんですね、まあ、政権の不祥事が起きても、いやいやこんなん、困難は大したことないとか、ですね野党の方もなんか、えらいことやってるとか言って、どっちもどっちみたいな、どっちもどっち論に持っていこうみたいなのが、まあ、ここずっとね、まああのー、なんですか、まあ、自民党政権下でずっとそういうことが僕はやられているような気がするんですけども。 いやもう今回の問題というのは、どう考えてもね、やっぱり世界的にも問題になってるわけで、それをね、なんやかんやでも無,理無理やりこうエクストリーム用語みたいなのをね、あのするっていうのは、ですね、まあ、あまりにもですね、まああの、勘違いしてるかなとっていうのは僕は思いましたね。 でまあ、これがね、まあ、の菅内閣の支持率だって、まあ、3割台切ったっていうのは今朝の、まあ、ANN っていうかね、もうテレ朝の世論調査にも出てたとで。この間の時事通信でもですね、えー、29.3%ですかね。えー、それも3割切ったっていうのが出たとで。これが影響しないわけがないと思うんですよね。で影響すると思ったから、あの、なんと、なんか無理やりでもカバー ですね続投させようとしたのかなっていう感じさえする、えー、この一連の、ね、この騒動のような感じするんですけども、いやだから本当ね、まあ、西村大臣の問題とかもそうですけども、まあ、この作曲の、ね、担当のアーティストの方の問題っていうのも、僕は政権のね評価にね影響しないわけがないと思いますね。でも特に今回のこの 問題っていうのは、もういえ、度が過ぎてるわけでね、過去のこととか子供の時にやったこととはいえ、それを大人になって自慢してると。えー、まあ、それも、それが何年も前のことだって言ってもですね、まあ、これはどう考えても、あの、擁護できるものではないと思うんでね。いや僕は遅すぎたと思いますね。もう、発覚した段階で、若田、 段階で僕は辞任させるべきだったなという風うに思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね